何やるか何も聞かされてないですね。え、第2回全統共通テストの試験、リーディングアットリーディング、あ、リーディングの方が圧倒的に難しかった。点数は発表します。塾講師として働けないでしょう。単語テストもやってもらいました。そうではさあやってまいりました。賞金じゃないや獲得ですね、37万でしたっけ。はい、37万円です。数えてください。あ、はい、カメラに映ってね。はい、どうぞ。経済大だから1,2,3,4,5,6,7,8,9,30,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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30
影ってこうなるからこうやってお金をゲットしたんですけど、まず実力知らなきゃいけないので、はい、何やるか何も聞かされてないですね。え、何も聞かされてないです。そうです。まあ、私のチャンネル見たことありますか？もちろんです。みんな聞かされたことなく問題とかされますから第2回全頭共通テストもしということで解いていただきますので、今から、はい、はい、そうです。はい、じゃあ頑張ってください。はい、実際やってもらったわけですけど、はい、どうでしたか？いや、難しいです。難しかったですか？はい。リスニングとリーディングどっちが難しいでしょう？いや、リーディングが圧倒的に、あ、リーディングの方が圧倒的に難しかった、はい、うん、リスニングの方はできた？できたってわけじゃないですけど、うん、まあ、リーディングよりか分かんない問題は少なかったかな。なるほど、ね、はい。じゃあまあね、それぞれ結果を発表していくわけなんですが、はい、リーディングですね、はい、言ってた通りできてなかったです。はい。全然ダメですね。そんなに難しい？実感もなかったですし、はい、長文、うん、いや、できてんだろうって思ってたんですけど、あんまりでしたね。はい、ということで点数は発表します。41点です。はい。あれ、英語教えてるんじゃなかったでしたっけ？教えてますね。はい、ということでね、これやっぱり塾の先生続けらんないだろうっていうのがね、まああったんで、そういうのもあったんで、まあ、私はそこで条件付きのを出したわけなんですけど、はい、はい、あ、そうか、その裏話のところはそこにいないから知らないか。そうですね、いない、わかんない、使われてるかどうかわかんないですけど、はい、そう言って言ってんです。だって学力バレちゃったら塾講師として働けないでしょうっていう話をしてて、はい、だったら条件付きオールにした方がいいんじゃないかと。全くお金がもらえないで、さらに塾講師としても働けなくなっちゃったら、うん、まあかわいそうじゃないってちょっと思ったっていうのが実はありました。はい。で、何が難しいですか？いや、だからもう読む力がないのか、もう完全に。いや、もう全く根本だと思います。だから該当答えの根拠に線とか引いてますが、この丸とか線は一体何を表してるのかよくわかんないんだけど、なんか自分で例えば人物名だとか、うん、あと重要かなって適当に、うん、適当じゃない適当じゃないですけど、自分の中で思ったもの、数字とかに印がついてるね。はい。これちゃんとあれですよ、答えに関係あるところに印をつけてくださいね。はい。何でもかんでもバカバカ印がいっぱいついてますけど、ちょっとよくわかんない。だから何番の回答根拠はここって書いてください。あ、何にも数字書いてないから、何番っていうものが一個もついてないから、なんかもうめちゃくちゃ印もめちゃめちゃだし、答えもめちゃめちゃだし、全然読めてないなっていう印象です。だから読む力がないんだったら、もう本当に単語、ちゃんと文法と積み上げていかなきゃいけないので。で、リスニングはじゃあどうだったんですか？リスニング分かんないのはありましたね。で、後半の方かな、やっぱり長いやつ。長い方、そうですね。結局どれが答えなのか分からないまま終わったのはありますね。じゃあ短い方はできる感じかな。こっちの方はまだね、やっぱ印がちゃんとしてるというか、情報量が少ないからっていうのもあるんでしょうけど、はい、まだちゃんとこれに印をつけておくべきところにまだついてるかなという印象ですね。リスニングは何点ぐらいいったと思いますか？30は言っててほしいな。 30? そんなに低いの？いやもっとできてるでしょ、感覚として。まあ1問何点ぐらいでしたっけ？1問何点とかじゃなくて、まずこれが100点満点だっていうのが分かってますね。あ、まあ、昔の50点じゃないよ、50点じゃないよ。はい、そうですね。さらセンターの感覚だよそれ。はい、だって60後半ぐらいなって思いますね。リスニングは80点です。ああ、80です。何その微妙な喜びもしないし、ちょっと
はい、そう8割です。あ、はい、8割取れておりますので、だからでも足すと6割なんですよ。だから全然ダメっていうですね、うんうん、41か121、はい、ここですね、6割なんで、まあ当然全然ダメです、6割じゃ。そうですね、当たり前ですけど、まだまだ全く足りません、うん、なんでどれぐらい、それだと9割以上やっぱね欲しいんで、はい、段階としてだいぶ上げなきゃいけないという感じなんですが、ちょっとまあまだねバイトしてる段階なんで、これ8月の段階なん で、まあ、バイトは9月から辞めてもらうんですが、どういう感じで勉強はしてるんですか。その朝自分が校舎開けて、うん、生徒がテストを受けてる時間だったり、うん、授業の合間だったりっていうのは、うん、全部資産に費やしていますね。そうですね、山見先生がね、はい、もうシスタン絶対やるって言って、はい、こう言ってたからね、シスタンやらないとマジで許さないで、常に持っていないと許さないって言ってましたね。もう肌身離さず持ってないとマジで切れるからねって言ってましたから、まあそれぐらいね山見先生も実はスパルタであるということなんですが、まあ今実は単語テストもやってもらいました、シスタン。どれぐらいまで覚えたんでした？今回の範囲が1から400でしたので、400までっていうので、これで時間どれぐらいかかったんだっけ、その山火先生がやれっつってから1週間ですね。1週間その日にちょうどこうやってっていうのは分かりました。なるほど、じゃあ1週間経ってどうですか、単語400覚えられた、まあ、全部完璧でもテストの結果からそうなんですけど、うん、じゃないですけど、まあどん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 覚えられてはいったかなっていう、あの、ね、とりあえずまあ100ぐらいやってみましたけど、まあ9割でしたね、うん、はい、90点ということで、いやーダメです。そうですね、そんなもしかも間違え方もさ、もうインテンド真似するとかさ、意味って言うとじゃんそれっていうね、すごい、のは知らないの、いや、はい、近いですね。そうなんだ、まあほぼ覚えてはいるって感じ、うん、まあそうですね、うん、でまあ、ちょっと400外からも出されてるのは無理って感じか。でもさ、プリテンド知らないとかノア知らないとかまずいでしょ。いや本当に、アプローチも知らないの？アプローチ、そうですね、他の意味っていうのを、うん、なるほどね、そうね、叩かれちゃうマジでそれなんて知らないで自己講師やってるなんて、クサって書かれちゃいます。もう本当容易に予想できますねいやマジでやんなきゃいけないですね、はい、本当に。で文法とかもねやって、まあ、まだだから国語は入れないってこと、時間的には一応渡されたものはやっています。あ、一応ね決まっているんで、はい、まあ、これぐらいの参考書こういうのでやっていくみたいなのはね、はい、一応決まってるんで、はい、そういうのでやっていく感じになりますので、はいはい、やってるの現代文とか。やってますね、古文じゃなくて現代文の方。どっちもやってて、まあ、原文を主に、うん、なるほど、あれだよね、なんだっけ、単語のやつでしょ。ああ、言葉もやってますね。ああ、なんだっけ、言葉は力だ、なんだ、そんなような感じと、あと古文が、古文が富井さん、富井先生の、はいはいはい、なんとかなんとか古文の文法、なんとかなんとか古典法、まあ終わった、それを初めから丁寧にかな。ああ、そうですね、わかりました、それらをやってるってことですね。はい、でそれと英語、この3つ、そうですね、を進めてるって感じですね。わかりました、じゃあまあバイト終わって、はい、バイトがなくなっていよいよどうなるかって感じですね。そっか、はい、英語はそうですね、まあ、見た感じでは全然まだまだですから、はい、こっからいよいよ本格的に、まだね来週まではバイトがあると思いますね。その来週終わったらいよいよ始まりますので、バイトも辞めた状況で始まります。はい、じゃあ1日どれぐらい取れますか。もう大学も行かないってね約束しましたが、はい、休学ね、休学ですするんで、はい、1日どれぐらい。いやもうほとんど一日のほとんど時間も睡眠時間以外、はい、なるほどね、まあ、だから山田先生が言ってるのはもうシャワー浴びてる時間以外は全て勉強に当ててくださいっていうことだったんで、それをぜひ実施してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ頑張ってやってください、はい、頑張ります。これからもねお話もどういう感じで、まあ、もし申し込んでくださいね、いろいろと、はい、でそれぞれちゃんとどういうふうに取れてるかっていうのは見ていきたいと思いますんで、はい、やっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。